続いては運動能力推定技術とトレーニングへの活用についてご説明いたします。2016年の時点で要介護認定者数は632万人と15年間で2倍以上に増えています。ここで介護が必要になった主な原因については認知症脳血管疾患これに加えて 高齢による衰弱骨折転倒関節疾患など運動器の障害が大きく関与していますここで運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態をロコモティブシンドロームロコモと呼びますこれは横断歩道を青信号で渡りきれない階段を上がるのに手すりが必要であるなどの状態を指します 日本整形外科学会のロコモのテストでは自身で三段階のリスクレベル判別が可能なものも提案されていますここでは定期的な下肢運動を行うとリスク減少につながるということも報告されています筋力の維持・増強にはこのように運動トレーニングが必要ですが難しすぎるとやる気が出ない簡単すぎると 飽きて続かないなど継続をするには努力が必要でした個人に最適化した運動負荷を提供できる AI スマートコーチング技術による主体性のあるスキルアップのサポートが期待されていますここで意識させない計測運動能力の推定とデータ蓄積トレーニング難易度への反映を AI により行うデータヘルスケアの仕組みである スステルスアダプティブエグザゲームデザインフレームワークというものも提案されています。意識させない計測というのは計測に特別な動作をさせたり時間をかけたりしないけたりさせない運動能力の推定では統計的手法や機械学習などを活用した推定技術とデータ管理を行う。難易度への反映ではユーザーの能力に合わせて 負荷や難易度を自動設定することによるモチベーション維持とトレーニング効果の向上を狙うこういった機能が含まれたフレームワークですではこのフレームワークを活用してロコモの推定リスクレベルに応じて負荷を調整するトレーニングシステムの事例をご紹介しますここではトレーニング動作の特徴量を抽出し特徴量から歩行リスクレベルを推定し リスクレベルに応じて負荷を調整する仕組みを有しています運動能力の計測においてはスクワット運動返却立位運動を震度カメラから関節角度情報を取得することそしてそれを関節角度やその揺れそして時間を計測する機能を有していますそして計測項目から計算した 動作特徴量を入力としロココモドスコアをを力とすする推定器構築します得られたロコモドテストの推定スコアの精度検証を被験者14名そしてロコモドテスト実測スコアと推定スコアの相関を検証したところこちらにあるようにロコモドスコアにおける立ち上がり並びに2ステップそれぞれにおいて統計的に有意な相関を確認することができています。 続いて推定されたリスクレベルに応じて負荷を自動調整できるバーチャルリアリティを使ったスキーエグザゲームを開発しましたこちらはスクワット動作によってゲートを避けるスキーゲームでありリスクレベルに応じてゲート数が自動変更される仕組みを持っていますこちらがその動作を示した映像です。被験者は ヘッドマウンディスプレイを頭にかぶった状態でこちらに見られる映像を見てゲームをプレイします迫ってくるゲートが当たらないようにしゃがんで避けるということを行いますがこの動作は実はスクワットと同じですプレイヤーはスクワットをしているという感覚なしに エグザゲームをプレイしてそれによってスクワットと同等の運動負荷を得ることができますまたこの動作中の動きを計測しこの人の運動のリスクレベルまたは疲れを推定して次のステージの難易度を変えるという仕組みも持っています以上の仕組みにより モチベーションを維持促進しながら運動トレーニングをできるシステムというのが開発されていますこのような運動能力推定技術は日常生活動作評価へと展開していくことが期待されます現在リハビリの提供シーンでは目視・アンケート中心の日常生活動作評価 ADL の質的保障がされています一方でテクノロジーを使って身体能力を数値化関節角度や COP を取得するということも可能ですしかしこの二つは実は直接的にはつながっておらずその結果患者様は自分がしているリハビリが日常生活の改善にどうつながるのかイメージできない医療従事者は 日常生活動作の評価が難しくまたリハの効果,効果評価が不明確さらに国としてもデータに基づく診療報酬や介護認定の仕組みが作れないだと問題を抱えていました ADL と身体能力の関係性を可視化する技術これによって患者様、医療従事者、そして国この三者が嬉しいシステムへと 発展してていいくことが期待されていますではここで事例紹介として株式会社システムフレンド様からのインタビューをご覧ください。